1951年、藤浦幸は昭和時代の作詞家、詩人、長崎県平戸市出身、現在の平戸市に生まれる。長崎県立中学なお教官、私立岡山県工場館中学卒業。同志社大学進学部に入学してほどなく、中退3年の放浪を経て、慶応義塾大学文学部に入る。在学中は、児童小説を書いたり、 尾崎史郎らと共に、雑誌、霊音仲井や、若草に、少女小説、音楽物語などを執筆していた。その他、ピアノ演奏のアルバイトをするなどしていたという。大学卒業後は、音楽評論家、岩庭隆氏に支持し、浅草オペラの俳優等を経て、1930年からコロンビアレコード文芸部のエドワードの施設筆書となり、ジャズソングの訳詞などを手がけていた。 1937年、別れのブルースの大ヒットにより、名声を得た。1938年にコロンビアレコードに入社して、同社専属の作詞家となり、戦前戦後を通じて、多数のヒット曲を世に送り出した。特に、ミソラヒバリには、デビュー曲のカッパブギュウギをはじめ、悲しき口笛、東京キットなど、初期楽曲を多く提供している。このか二十の扉、 私の秘密等の NHK のラジオテレビ番組に多く出演したことでも知られる。日本作詞家協会会長、日本訳詞家協会会長、日本詩人連盟相談役等を歴任。1964年 NHK 放送文化賞を受賞。1976年君三当随法賞受賞。1979年3月13日、急性肺炎のため。 慶応義塾大学病院で死去。80歳。母書は、京里平戸市のオスコーデラ。日本最生端の駅、石踏み名前の本来の読みは、竹氏。テレビ等ではもっぱら、コート、音読みでルビを振られていたため、こちらが有名になってしまい、妻も本来の読み方を忘れてしまっていたというエピソードがある。ありがとうございます。